坪井先生は1925年、大正14年のお生まれです。広島市に原爆が投下された昭和20年8月6日には20歳で学生さんでございました。で、通学途中に被爆をされました。そして強烈な熱線により顔や両腕に大やけどを負われております。その後今日まで10回以上の入退院を繰り返され、3回の危篤状態を奇跡的に乗り越えられました。そしてご存じの方も多いかと思いますが、坪井先生は中学校の数学の先生をお務めでした。昭和21年、1946年以降を勤務されましたが、1986年、昭和61年、広島市立城南中学校校長を最後に退職されています。先生は現在、日本原水爆被害者団体協議会代表委員、そして広島県原爆被害者団体協議会理事長を務められております。坪井先生は広島を訪れる修学旅行生のみならず、アジア、アフリカ、欧米各国を訪問されて、平和を、核廃絶を訴えられ、また戦後の被爆者運動の歩みを語ってこられた語り部でもございます。本日は腰痛に悩まされていらっしゃるにもかかわらず、私どもの70周年記念式典にお越しいただき、関係者一同大変恐縮いたしておりますとともに感謝の気持ちでいっぱいでございます。それでは坪井先生、どうかよろしくお願いします。ただいま小玉先生からね、詳しい、私の人となりといいましょうか、私の生きてきた道についてお話をしていただきました。もうそういうことでそれに関わる問題はここではもうお話しできませんけれどもですね、放映権がね70周年の祝賀の日ですね。これはもう私心からね、放映権に感謝し、ね、さらに今後もしっかり頑張ってくださいよとエールを送りたいと思っております。ね、私はね、もう少し話しますとね、50周年の時にも行かせてもらったんですが、この会ね、それは皆さんによくやってます。70年いるとね、これはいろいろなことがあったろうと思うんですよ。その中のこともそうだし、外のこともそうだし、それはね、まあ、私もそういう、まあ、役どころをいろいろやってきましたからね、思うんですけど、それは大したもんだと思う。それを今後もね、まず最初にお願いをしとこうなんてね、まあ皆さん頑張りやばかりあるでしょう。さて、私もね苦しみにあった、ただいま生まれた時はね92歳です。5月に生まれましたので、まるまる92歳です。いろいろなことがありました。その最も私の将来に対しての生き様はどうかいう、それは原爆です。被爆者の道ですよ。これ以外にない。そのね、ちょっとやそっとでね、受けたんではないから、先ほど紹介していただきましたがね、それは101キロぐらいのところでね、バーンと飛ばされたんです。わからないね、まあそういう感じしか残っておりません、ね、で、その私はねそういうことからしてね、それから後は
そのどう言ったらいいかね、道なき道を歩くような感じばっかりですね。それで生きていたんですが、まあ幸いなことにね、ほとんど皆さんに助けられてね、私はここに生きてるんですよ。それを かいつまんでね、話をしていきたいと思うんです。それから今後の問題についてお願いになりね、私も力を出すというお約束を、ごどを あと最後に締めくくりたいと思っています。8月6日ね、今から72年前です。8月6日。私がね、学生ですから、まあ、学生職というのがあってね、その学食堂の名前がね、島の香り、その当時としてはね、ちょっとハイカラですよ、ね、島の香り。おしかしね、行ったら2種類の食事しかないんです。それは統制ですからね、市役所で食券を求めねえ、1日3枚食堂行ったらね、それは次の時にまた変わってますよ。変わってますが、まず2種類より多くはない。それでもね、喜びさんに食べていけ。それが8時10分ぐらい、下級生に出会いました。で、下級生に、俺は学校行くから、昼間だをこう言って別れたのが8時10分ちょっと過ぎない。彼らはその食堂へ入って、先に言っとくと、その3人とも皆死んだんです。私は8時15分でしょ。その2、3分の間、学校へ向けて、そこへダーンと来たわけですよね。さあ、それで、ね、もう簡単に話しますけれども、受けた時にね、私は、気がつくわけですよ。まずここら壁ぐらいまでね、バーンと押されるんだから。それで気がついた時に100メートル先見えないんですよ。なんだこれは、何が起きたかさっぱり分かるんですね。飛行機がおらないから、広島にはみんな外出て頑張ろう、動員されてるからね、みんなだろうかも。だから広島市民はどうして外出てたから、ブワー死ぬのも多かったね。飛行機がね、上空におらんのよ。確かにその時にはおらんのか分からんですけどね。さあ、そういうことがあってね、バーンと私はもう100メートルしか見えません。どちらにどう言っていいか。その時に私の体のためね、もう頭のあるで、後から分かることも一緒にしておきます。頭の方から足の先まで火傷ですけど、この辺りから血がダダダダダ流れる、ね、それから腰の方からね、どすれち、それがダダダダ、もう血管がそうだったんでしょうけども、何かね、ミミズがズルズルズル出れてある。そんなんで、そうしてね、やられたと思って、そういうことがあっても私は軍国青年だったんです。よく待ってやったなと、すぐそれを思ったんですよ。軍国教育の徹底したらね、まあ私は真面目な方だったと思うんですよね。徹底したらね、どんな時でもそれが先に出る。自分の体より何より、よし覚えたけど、この体が絶対打つ、そういうことに燃えたんです。燃えたけれどもね、今のように血がだらだら流れてる、どうにもならない。30分ぐらいした時ね、背中が痛いってことを言うんだらね、まだくすぶっていたんですよ。ぼーっと燃えよったんですよ、シャツが。それももう仕方がない。もうないでしょ。シャツない。これズルズルだよ、みたいな。ズボンもね、膝からうちの上の方は全部、飛んだんだよ。だから、どうしようもね、
それがあってね、これはもう人ってもどうにもなるね。あのバーッと燃えないんですよ。ブスブスブス燃えてバーンと30分したら私は裸半分に、半分裸で逃げていくんです。まあその逃げていく時にいろいろなことが報じられているからですが、私の見たのは見ましたのね、まあ言葉では言い表すことができません。顔がどっちかこと分からんんですよ。手がない、腰がないのね、そんなのも皆私の目の前にあるわけ で、だからあのそういう人たちのって、ね、逃げるのね、あっそうそうそう逃げる、どうでもいいからどん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 遠ざかるか逃げていく。そうすると潰れて弱って転べて、中には死んどるわよ一発でね。それは1キロの中でやったんだから、ベーン、でもダメだから、そういう人がおるからね、もう死んどるもんと思ってね、それを掲げてこう逃げていたら、まだ息の根がある人もおる。こうなったままね、おい何すかいって言われてね、あすいませんすいません、その人を助けようとも何も思わず、とにかくすいませんでしたすいません、ね、逃げるわおいって言われた。まあそういうようなのがって言われて、もう女学生が 目玉パーン飛び出ていて、頬をもらったかったままですよ。それと出会うんだ、出会うような左目でまだうる、まあ生きることはできんでしょうよ。それは年寄りでね、これもう女の人多いんですよね、戦争中だから、若いのは男おらんから。さあそこでね、腹へ手をやってね、で私こう見て、あら、なんだろうか思うたら、指交差、指と指の間から腸がでかくなってるんですよ。それを一度押さえてね、這うようにして逃げてる30ぐらいの女の人。それも私がね、あらら、いいか、これはここへ来い、あのそういう人たちがうんざりしたんですよ。もうだと思って血だらけのもあればね、それから息が絶えないようなのはもうザラじゃない。それちょっと考えてみてください。あのイギリスの方で大火があったりで何人亡くなったですか、何人ですよ。いろいろなことがあっても原爆は何万だよ、話にならない瞬間。そういうことをね、忘れてはいかん、忘れてない、そういうことがあったんだから、それ、ね、それはもう我々の時になったら、あその年の割でもね、いいえ14万ぐらい死んでるんでしょ。そういう中で私は生きてきたんですが、さあそこでね、あの大学へ行きましたが、ダメだ、こう、まあ、これよりも、まあ、階段ではなかったですけど、広いね、報道みたいなのみんなやられてこうなった。入ってね、しばらくしたら死臭、死んだ人の匂い、しかもね、プーンと来てね、おられ、ああ、ここらで逃げてきてもダメだ、さあ、こういうところを言うわけで、私はね、あの勝手知ったろ、イノシシ、まあ、保健室ですね、そこへ行ったら、誰もおらん、物がみんなひっくり返ったら、何がどうすればいいかわからん、誰もおらん。まあそういうところをこうしちゃって、ずっとその越えたところで、ね、東千田町というところがあるんですが、まあ、町はどうでもいいですけれども、そこへおばあさんがおったの、親戚のおばあさん、そこへ行って何とかしてもらおうと思って行ったんですが、家は潰れとる。おばあさんは、まあ、家の中で受けたんでしょう、血だらけになっていた。でだから私の顔がね、あのその人から聞いた方がいいんですよね、耳なんかちぎれてたんですよ。今でもこうなってますよ。
私通してみてください。72年間それと通してきたんですよ。そしたらね、だから治しようがないの。医者も手術もなんでいかない。あれしかね、唇なんかのこんなのうわーっけなの上唇、下唇もそうだ。目が引っ込んでから目が開けないですよ。そういうのが出てね、おばあさん生きとったよかったね、大声あげたんですけれども、あなたはどなたですかって言う。いや、素直ですよ。私素直言うからね、あまり素直じゃないんですが、まあ素直、素直ですよ。いや、それ素直さんじゃない。素直さんは相当あれはひどいやられてる。それがね、あのもうちょっと素直さんはスマートなかったとか言ったんですよ。だところがね、そういうことを言いながらもね、私を認めてもらえないのに、からおばあさんと一緒に帰ろうとしたときに、おばあさん、あの2階ね、ピアノがあったあそこで、ね、みんなが、若者が集まって、ね、あの時、え、あれ、ちょっと名前忘れたの。ど忘れそうとか言ったか。まあ、子供がおったんですね。大方だったかな。まあそのことを言ったらね、あのえうち の、ね、あの2階の家だったんですが、でと知っとることはほら素直さんだよ、ほんと素直ですし、素直で分かってもらったんですが、でそこらねひどいんですね。おばあさんもこれはひどいから、もう本当なもう裸のままですからね、焼けただらけ。さあそこでおばあさんとね、おるとこれはおばあさんを友人にするのだ、これいかん、これ一緒に俺を言うわけでね、おばあさん私は大学へ用事を思い出したから行かないけど、今大学行きどころじゃないじゃない、こっちへ行ってこっちへ行って引っ張っていったんですが、私はね一緒におったらそれとも友人になると思いましてね、まあ本当のおばあさんのヨロヨロのおばあさんをね、足でね、蹴り飛ばしたんですよ。バーンと。で、こうやって蹴り飛ばして、おばあさんが、とここ、起き上がってね、私を、という時には私は、タッ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 逃げていたんですよ。だから、その後、どうなったかいいんですが、そのまま、そのおばあさんも、やがて生きとったんですね。まあ、そういうことがあってね、それからどうすることもできず、ほとんど、もうダメだと思って、その新鮮を千田町地区の方から200メートルくらい行ってこれ座り込んで、俺はもうダメだなと思った時にね、目の前で三木橋に仮の治療所があるよ、あ、これできたぞ、行って治療してもらおうしようと話をしてね、それを聞いた私は、お、まだ200〜300メートル、よし、頑張ってそこへ行こうというわけで行ったんです。それは、ね、200メートルをね、普通だったら5、6分あたり行きますよ。1時間以上かかるんですよ。家が潰れてる影のとこ行って休む、またあっちの影まで行って休む、そういうことをしながら行く。1時間以上かかる。そしてたどり着いた。着いたら何や、治療も何もあったわ、わわわわしておるだけ。それが11時半頃です。その他、いろいろ電車がこうやってたり、馬が転がったり、いろいろ死に方なんかも見ましたが、11時半頃、そこ行っとったんです。だがダメだ。そこでね、私はもうこれダメと思いまして、私はね、何もないからね、在学証明書も何もないですよ。裸もない。だから、私は、あそこの今でも電車道のところは、ね、写真もありますからね、やっぱり火もありますから、あくでね死を喫したんです。もうダメだと、俺生きる道はないというわけで、歩道へ壊れた石、石ころというかセメントのかけらで、壺はここに死すと、ここで死ぬと、それをやった。
助かる方法はない、ね、助けてもらう方法もない、自分で処置するしかない。つぼいはここに進む。そしてあーとかね、宇品の方からね、赤つけ部隊がバーッと軽トラ、軽自動車のトラックでね、バーッと救助活動を始めた。荷台の上、10人乗ったらもういっぱいだ。ところがそこから降りてきた 軍人さんがね、戦時中ですからと思って聞いてくださいよ。大きな声でね、おい、このトラックに乗るのは若い男性だけだ、その他のものは後回し、だから子供はダメ、大人であっても女性はダメ、男であっても年寄りはダメ、戦争に間に合わん、戦争に、だから若い男性だけ乗る、早くそれは助けましょう、あと後回し、ずっと待ったっても10人になったらみんなに出てくるんだからね、ダメダメ、ピストンやなんかやってるんですよ、やったけれども女の人は全部だ、子供は全部だ、そうしてね、やってやられてね、私はそのところに近づけられて、もうダメだ、ね、ほとんど全体というとそこまで私は歩いた、あとはみんな人によって助けてもらったんですよ。その後も歩けるようになるが、まあそういうところでね、やった時にその子供がもう道路の中にいる時にね、その中に女の子がね、小さい軽トラの車の前でダイヤモンドでわー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 してるからね、わからぬせいで言われたか、女の子2年生ぐらいの人、女の子がこうでもしたら、こらね、子供の怪我の大きな声でやる、おその女の子はうわーっと泣きながらね、タタタタタッと言ったの。それはね、後ろがすぐ海だからね、今は海でるね、すごいや、だから町の中入る以外ないんですよ。その時に私もね、精一杯でね、おい逃げるんだったら火のないところに逃げよう、火のないところに逃げよう、大きな声を出したつもりですけれども、彼女は振り返ることをしなかった、だから私の声も聞こえなかったんでしょう。で彼はね、まあ考えてみたらね、誰のせいでそうなったか、彼女もね、これからのうちの人生があるんで、それを誰が保証するんですか。そこのことを思うとね、もう生きても立ってもらえないな、人間を何と考えるか、こうなったわけです。それが第一の印象を残って持てる。それから今度はね、私はもうそれ終わって、警防団の人がね、私はトラックに乗せてくれたんです。でその警防団の人がね、シャツも自分の脱いで私に着せてくれたんですよ。それで乗っていったら、中のおった若い人がね、立ってね、私の影にして、痛いからね、やってくれた、そういうようなこともずっとやって、そういう人たちの力で私は今92歳まで生きてるんですよ。さて二之島の方送られていったんですよね。母親も分からんです、私がどうなっているかね、分からんで、連絡したもんだから言ったら、もう手帳、いや帳面の中に私の名前がない、ね、だから仕方がない、部屋という部屋、二之島にね、臨時の療養所で、そこへ連れて行かれたんですね。もちろん単価で行って私は貼ることはできなかった。でそこへ行ってね、1号の部屋が1,2,3,4,30,40ぐらいあったんですよ。で軍隊の兵舎が、そうね、11番目の時に出入り口で素直や素直なんか、それを叫びながら次々次11番目にね、私は知りません、おじさんとか母親がの話では、お前が11番目の部屋で寝とるのがね、ここにおるよって手を挙げて、そうね、それで
そのみんながね、おった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 、 おじさんが特におったおったと一切知りません。私はもうわからないのに、どうもならない。だから母親が呼んだのも知らん、あの人は。それで連れて行かれた。母親のね、一言がなしで、あ、こんなにぐちゃぐちゃだからダメだ、帰ろうって。帰っていたら俺はおりませんよ。もうそれは絶対だ。ただ親がね、最後まで頑張って呼び返した。そしたら11番目の時に私が手を挙げた。そういうこともあったんですよ。もう奇跡的な生き方をやります。それからまあ帰ってね、いろいろなやるんですが、それから戦争が終わったのを知りません。もうダメなの、みんな死んで、死んで9月25日に生きること、あの自分が分かるわけですよね。まあそれから後ね、いろいろなことがあって、あの私は法政省の背番号ももらったんですね。被爆者のあれがない、まだ手帳もなるもん、そうやってもらって大学病院に40日検査を受けたりもしたんです。その時にこの放映権の放映も一旦私のものが残っとる、ちゃんと。ところがその時に放映権の方はね、まあ、どういうかやと、これは検査はだん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 血液検査からのみんなやる、しかし治療はせん、そういう放映権 ABC 時代は特にそうだよ。で被爆者はね、元の戦後ですよ、助かりたいね、生きたいね、だからそれで何とか助けてもらう、その言葉ばっかりやってもらいたい。無理もないと思うんですが、私もその一人だ。だからね、むちゃくちゃになる。そういうことをやってる間に、あ、そういうことがあってね、私はそういうことをやったんですが、それはね、考えてみますとね、防衛権もね、原爆、爆弾で、原子爆弾で死ぬか生きるかいう人を見ても、ね、そんな治療をどうしたらいいか分かるわけがない、ね、それを我々はね、もういいやね、助けてくれ、助けてくれ、ね、それ言うたってね、それは防衛権の人も分かるはずがない、ね、そういうようなのでもね、まあ無茶言うと思うんですね。それらが今は十分分かってますよ。だから被爆者にはまだいろいろなこと言うのがおるが、それをコンコンとあの話さんねえけん。だからそれは放映権はね、そういうことを研究に研究が重ねて、こうやったら放射能はだから助かるんだというものが結論がだんだん出てくるが、その時に出せっていうか出るわけないじゃんと言われても仕方がない。だからそういうように物事をね、やはりあのただかその説、具体的なそこだけを見る人間になったらダメですよ。大きくあいわゆる未来思考でなきゃならないかん、ね、あるいはみんながあのアメリカであろうと日本であろうと、ね、人類の立場のように大きいところへ頭がいかなかったらダメだ。いらんことをやってもね、それズルズルと、ああそうかもしれん、逃れてしまうんですが、そういうようなこともね、後に私は何だかあったんですが、先ほど出まして10年後には私はもう血あなんですよ、血圧が上が40だと言われたんですよ、市民病院で。もちろん私はベッドがじーっとしてられる、落ちる落ちる落ちる、そればっかりや、貧血がものすごいね。それが10年目に起こった。それもの前もあるんですよ、それ。あるいは18年目、今度は大学病院でそのような同じようなことや。それから23年目、これはあの日赤に原爆病院が付属してあるから、そこで入院しとって、やっぱりもうダメです、親戚のものを見集めなさい、
その3回は既得状態だからもう踊るはなりません。こういうそういうような状況を持って私はやってる。その後もちろんがんにもなってくるんですか、ね、今も言ったんです、言ってるんですよ。がん 大腸がんの方が20センチくらい切りましたからね。前立腺がんの方が放射線でやるだけもう目すいてるんです。年が多いからで、そういうんでね、がんは狭心症があるからいつも薬持ち歩くよね。そして皆さんだったらね、一番の問題はね、皆さんだったら食べたものがですよ、みんな栄養になる、同じものを食べても私たちは 70% しか血を作ることができないね、増加することができるんですよ。めちゃめちゃね、大手です。まあそのためにね、2週間に1回点滴打ちに行くんですよ。こうまあ児玉先生と仲良しの大和先生が私のあれです。それが2週間に1回、何十年ですよ、血管ボロボロだよ。それでもね、こういうことやっていかない、あなたは生きていかれるんだと言われたらね、そりゃ辛くても何でも行くしかないですよ。そういうのが我が人生まだで90何分までね、なんで俺が生きたんだろうかようわからんです。いろんなこと、まあ、ありましたが、最後にね、ちょっと時間きました。最後に何か、あの宝永県は今山の中おりますね。バスは通らんな、まあ、自転車で行くか歩いて行くかタクシーで行くかで、ね、だから被爆者、ね、助けてもらうものは誰でもいいようなかって時代があるから、わーわー私も言ったが途中で喧嘩してやめた。今は問題じゃないですか、宝永県の地元検討委員にもなってますから。そのことは今さっき言ったようにね、さああそこはね、もう古い古いこの家の鎌倉が古いよ。これ人間は新しいんですよ、ね、あそこにおられる人は大丈夫なの、古い機械もしてんじゃない、あそこをねもうやめて新しいところへ下ろす。それはね、昔は町の中だったら誇りがする人が、いやいや、そんなことはいりません、この興味のことね、だから移転させるべきであるということをね、ここで皆さんにも言うし、私はその先頭に立つ、ね、立ちたいと思うんですよ。この8月3日に総理に会いますわですね。その時約束しますよ、あの宝永県はあそこに置いちゃってやったまえ、移転さて、私は安倍さんに言うつもりですよ。それはオバマさんにも言ったぐらいだから、言える言える、まあ息取ったらですよ明日死んどるものがぐちゃぐちゃ言ってもしょうがねえ、ね、しかし約束をしますよ。あそこのままを追ってね、ごちゃごちゃしちゃったんでね、宝永県ね、値打ちはないと。いやいや、人はあるんですよ、値打ちが。物が用ないの、もう古い。はい。というようなことも、まあ、いろいろ考えてる。ちょっと、時間が短くて申し訳ありません。しかし、そうあっても私は諦めません。目が閉じるまでは、核兵器廃絶は、これはもう、絶対量だ。ありますので、そのことはもう今更言うことはありません。ただし人類の立場から考えるから、肌の色が違うとろうと関係ないと私は思っております。どう本当にね、いろいろきつい話もしましたかも分かりませんが、よく話を聞いていただきました。ありがとうございました。ご講演いただいて本当にありがとうございました。
先生におかれましては常日頃より我々を叱咤激励していただき、とても心強く感じております。2005年の話ですが、防衛県30周年式典を挙行いたしました。その時の来賓挨拶で、核兵器廃絶を願って調査研究に全面協力と述べていただきました。そして、被爆青木2世の苗木を植樹していただいて、その青木は今では研究所の屋根の高さにまで育っております。また今から10年前に米国ワシントンにおいて研究所設立60周年記念式典が米国学士院により挙行されました。その折にはワシントンまでご同行を賜り、開会式で原爆被爆者の視点と題して講演をしていただきました。そして講演の最後に今まさにおっしゃったと同じですが、今は核兵器廃絶を願い未来を見ている、研究成果を世界の人類のために生かしてほしい、私は核兵器廃絶を絶対に諦めない、ネバーギブアップと力強く訴えられました。それを受けて聴衆全員が立ち上がり大きな拍手を送り、いわゆるスタンディングオベーションになりましたが、この時の感動を私は忘れることができません。そして本日は研究所の設立70周年記念式典にお越しいただき、ご講演を賜りました。先生におかれましては今後も引き続き私どもに叱咤激励を賜りますようにどうかよろしくお願い申し上げます。先生本日は本当に誠にありがとうございました。あのね少なくともね、私より年の多い人はほんのわずかでしょう。でも皆さん、皆私より若いんだから死んじゃいかんね、死んじゃいかん、体を大事にしてお互いに頑張りましょう。どう